たいことですが。あったんですよ。何です？夕方6時にね、フジテレビのね、ところ、フジテレビの第4スタジオ。第4スタジオ？そう。合宿所によって、スケボーを持っていくの。どこで？原宿のね、ところで。わかった。その、放送中のところで待っていいかわかんねえから。わかった。でね、持ち物、白い靴。だから、次に、俺は歩道にしたとこにさ、そう。それで、ね、対応対象で、白くて、持ち物は白くてだけでしょ。そう。あ、あ、違うんですよ。だから3時。あの、ジュニアのことですが、明日さ、雨じゃない、3時半だよ。ちょっと降りてみると。わかった。じゃあね。じゃあね。もしもし、木村ですけど、加藤慎吾君いますか？何？あんた、聞いた？何？聞いたよ。あのね、中井君とね、フロちゃんで待ち合わせしたの。どこで？浜松町のホームの一番後ろ、上の寄りのところに7時20分。じゃあ分かった。じゃあね。バイバイ。もしもし、香取さんの歌ですか？中井ですけど、慎吾君。はい。でね、ゴロと、が、合宿部のね、あっちの前、あれなんだろ？原宿で混ざってんでしょ？そして合宿所にね、一人で来なって。誰が？ゴロちゃん。あの前、4月から6年生。ああ、かわいそうに。どんな時間ですか？朝8時半ごろ。だって10時だよ、フジテレビ。ああ、もう来れるの、お前。うん、来れる。録音してんの。何録音